段階の松です。今日はメガネ屋さんの選び方についてメガネ屋さんからいいコメントをいただいたのでみんなに共有したいと思ってこの動画を撮らせていただきました、えー、とメガネ屋の闇みたいな動画を出したんですねそこで、えー、いただいたコメントです SSQ、えー、眼鏡師として、えー、専門店で40年勤務していました40すすごいですね、えー。メガネ店を選ぶ、えー、目安の一つとしてお伝えしたいと思いコメントさせていただきます 接客サービスのレベルは別として、メガネの技術を大きく分けると、視力測定、レンズ加工、フィッティングの3つがありますが、前の2つは機械の進歩に伴い、昔ほど習熟が必要なくなってきてます。つまり、視力とかレンズ加工ってことね。しかし、フィッティングはフレームの素材や構造、それぞれの方の頭の形の違いやしっかりめ、 緩めの好みの違い等があり機械化は将来も難しいと思います度数やレンズ加工に比べてフィッティングは大切と思われない傾向がありますが快適な掛け心地はもちろん高齢化に伴い増えている累進レンズ累進レンズっていうのは遠気でおのレンズねの正しい見え方には正しいフィッティングは必要不可欠ですもうおっしゃる通りですね フレーム決定後のプレフィッティング。それはフレーム決定した後、まあ、大体合わせるっていう、そういう感じで、ね。と、焦点位置の確認。お渡し後のフィッティング。お渡し後の微調整や修正のアフターフィッティングを、面倒くさがらずに丁寧に行う人が、お客様に快適なメガネをお渡ししようという気持ちを持った人です。また、そういう気持ちがある人は、研鑽しますので、上手な人が多いです。 お店の代償や有名、無名、価格の工程、資格の有無にかかわらず、そういう人がいるお店を見つけてください。長々と失礼しました。非常にありがたくて、非常に具体的で、そうね、僕もこのことをちゃんと言ってなかったから良くなかったなって思って、非常に役立つコメントいただいたので、ちょっとご紹介させていただきました。えっ、ー、と、すごく、あ、えー、の、端的にまとめて、フィッティングっていうのが確かにこう、 フレーム痛いなとか、鼻のとこ痛いなとか、あ、あるじゃないですか。そこを結構丁寧にやってくれたりだとか、まあ、調整してくれて、あ、これでいいね、ピッて言うんじゃなくて、やってくれる人がいいよって、もう、もうおっしゃる通りなんですよね。だからレンズの度数に比べて、まあ、そっちの方が、まあいいですよねってことで、ぜひぜひ、ちょっとこのコメントは、まあ参考にしていただいて、皆さんもレンズの えーレンとかメガネ屋さん選びの参考にしていいただければと思います、まあ、こういうふうにね、まあ僕の気づかないところとか、ちょっとあの届かないところを非常にコメントしてくださるっていうの必非常に助かりますので、ぜひぜひ皆さんも、あ私は専門なんだけどこんな感じですっていうふうにコメントしてくだされば、ぜひぜひ多くの人に僕もそれを伝えていくので、あのコメントくださればと思います。あのー、優しい言葉で言ってね、なんかすごく、 なんかきつい言葉で言う人いるんだけど、その場合はもうなんか嫌になっちゃうんで、ちょっとそこだけよろしくお願いします。ぜひ今後ともよろしくお願いします。